はい、今回は視覚障害者でも IC カードにチャージができるという動画を撮っていきます。では始めます。こちらのキーパッドがあるんですけれども、このキーパッドを使います。で、左の、なんだっけな、シャープかなを押すと、チャージは2を、履歴印字は3を押してください。音声ガイドが流れます。で、チャージをするので、IC カードを置いてください。チャージが完了するまで、IC カードを動かさないでください。IC カード残額は1480円です。チャージ可能金額は1000。1000円チャージをします。1000円です。チャージ金額を入れてください。領収書がただいまチャージ中です。チャージ後残額はありがとうございました。はい、おしまいです。カードをお確かめの上、入れた